本日はお忙しい中お集めいただきありがとうございます。えっと今回のドラマはあのテレビ東京さん初のレズビアンを主役とした作品ということで、とてもあの新しいあの今までにないドラマになっているのかなと思います。そしてあの個性豊かなキャラクター勢揃いでその登場人物一人一人にぜひ。 なんかポイントがあるので注目していただきたいですしあのゆりかさん演じられる冬と私が演じさせていただいたいつきの2人の恋愛模様っていうのはすごく刺激的なハ <laughs> ハラハラするものになっていいるかななと思いますなのでその2人のハラハラヒヤヒヤ甘々な展開をぜひ注目していただけたら嬉しいなと思います。 本日はこういった素敵なお時間をいただき、本当にありがとうございます。ドラマの魅力がたくさん詰まっているので、あの、ここにいるメンバーの方たちとお伝えできたらなと思ってます。あの、そうですね、私が演じる役柄は、中国のあの、アニメ業界の、ゲーム業界の,あのところで働いて、元カノであるいつきに会いに日本に 来たりとかあと初めて母親役をやったりとかすごくあのお芝居をする上で新しく望んだこともいっぱいあったのでそういったところも見ていただけたら嬉しいですしあとはあの本当にいろんなテーマが詰まっていたり魅力的なあのストーリーがたくさん詰まっているのでそういったところにも注目していただけたらなって思いました。 ありがとうございます。ドラマでもお二人白と黒の対照的なお洋服を着られて,て、て今日もですよね。今日もなんか、全然話さないで、会ったんですけど。そうなんですね。そうだったんですね。<laughs> <laughs> 色分けになってて。<laughs> ちょっとなんか懐かしい感じ。マイクもぴったりですね、白と黒が。うん、<laughs> 撮影してた頃がよみがえる。うん、もうずっと白黒で分けてたりとか、で途中から、だんだんなんか。 入り混じるぐらいの衣装もそこがお話の内容とリンクしていくのでそこもぜひ見つけていただけたら嬉しいなと思ってます今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます、えー、七瀬二葉という役は、えー、女の子らしさがありつつもクールで落ち着いた印象のあるキャラクターになっています ふたわのこう計算高いところが見ていてすごくかっこいいなと感じるのでぜひ注目していただけたら嬉しいです、えー、今回の作品は仕事をかける恋愛ということで、えー、すごく身近なところもあるのでぜひ見てくださった方がどこか共感できたりするところが多くあると思います、えー、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです クールで真面目なっていうあの今回のキャラクターですけれどもご自身と比べるといかがですかそうですね、えー、落ち着いているところはすごく似てるんですけど私は結構ハプニングとかが起きると結構慌ててしまう性格なので <laughs> こう双葉の落ち着いたところはすごくかっこいいなと思うので見習っていきたいなと思います <laughs> ありがとうございます、えー、本日は年末のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます 私が演じる小松理沙は、えっと、BL とコスプレが好きな女の子なんですけど、会社のデスクとか衣装とかにもそういうところが、あの、現れてるのかなと思っていて、あの、個性豊かな面々の中でもちょっと賑やかな、あの、キャラクターなのかなと思ってます。あと、コスプレもい,ついくつかさせていただいたので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。えっと、この作品は、その、 子育てとかいろいろなこう事情を抱えながらあの仕事と両立してあの奮闘している女性たちが頑張っている作品になっているのであの同じ境遇の方にもパワーを与えられるような作品になっていると思うのでぜひ見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます先ほどあの主演の2人の衣装の話もありましたけれどまたちょっと違ったカ,ワカラフルな衣装ですよね。そうですねちょっと あのリサの衣装っぽいような感じで多分あのみんなはなんかあーって <laughs> <laughs> 思ってもらえると思いますふわふわした感じではい、はいえー、本日はお忙しい中集まっていただきありがとうございます初めての記者会見なんで<お>すごく緊張してるんですけどす、ね、まあみんながいてくれるので <laughs> <laughs> 今日はちょっと楽しんでお話できればなと思ってますえっと私が演じた久保結菜という役はもうなんでしょう。 仕事に対してすごく真面目で向上心があってでもこう人とコミュニケーションを取るのが苦手な部分があったりだとかでそれがこう物語が進んでいくにつれてみんなに対してこうなんだろう打ち解けていったり心を許せる瞬間ができたりするのが私自身も演じててすごく楽しかったですしなんか見ている方にもそういった変化を楽しんでいただけたらなと思います。 あとはあの先ほどゆりかちゃんとかいろいろお話ありましたけど衣装が本当にみんなバラバラで面白いのでなんか寒い日の撮影の時になんかひなちゃんとか <laughs> すごい寒そうにしてるのに私と裏地のさんだけすごいあったかそうみたいな年齢 <laughs> みたいな思いながら <laughs> 撮影してたこととか結構いろいろ思い出すことが多いですなのでぜひ衣装注目して見てもらえたらと思いますありがとうございます初めての記者会見いかがですか。 あの、ここに座って、すごい緊張してます。<laughs> <当に S 2> さっき裏まで、<laughs> 裏でね、いろいろ喋って、爆笑したりとかして。全然緊張してないなって、調子乗ってたんですけど。緊張しました、ね。入ってくはい。<laughs> <laughs> 大丈夫です。是非 <laughs> <laughs>、うん、最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。えー、本日は、あのお集まりいただきまして、本当にありがとうございます、えー。このドラマ、本当に前は前は怒涛の展開で。私自身も台本を読んでいる時から、続きが気になって、気になって、しょうがないという感じで。 なので放送もも今からとてて楽ししみにしておりますで個人的にあのサイバーコネクト2の皆様があの実際にデザインしてくださったあのキャラクターの,あのキャラクターたちがですねすごい素敵で本当にこのゲームがあったらやりたいなっていうようなものがあの本編中にもいろいろ 映し出されていますので、それも注目していただけたらと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。ありがとうございます。また、あの他のキャストの方々とは打って変わってこう？どちらかというとこう強く物を言うようなシーンもありました。けれども、はい、演じてみていかがでしたか？ あ、そうですね。個人的にはあのいつもあのヘラヘラっとしているような人間なので、今回はあのよいしょと力を入れて皆様に <laughs> あのはい声をかけていた次第でございますが、<laughs> がいすはい皆さんありがとうございました本当に <laughs> いい。ありがとうございます。あ,あの,は <laughs> <laughs> あの撮影中を思い出すなどあの撮影当時のお話もたくさん出てきましたけれども、続いての質問に移りたいと思います。続いて撮影中の印象的なエピソードなどございましたらお聞かせ願いたいんですが、どなたかありますか？ いいですかちょっとキュンとしたと言いますかドキッとした話なんですけどさっき予告でも流れてたシャンパンをかけてしまったすごい衝撃的なシーンがあったんですけどあそこを実際撮ってる時に中村さんが普段すごいふわっとされて本当に優しい方なんですけども冬さんとしてクールに。 あの演じてるのであのシーンも結構怖かったんですけども、うん、撮影終わった後に、もにカットって言ったらすぐ菅井さんに「大丈夫い <laughs> 大変だったよねって?」<laughs> っていうのが本当にあこれがギャップのっていうものなのかと思ってすごい素敵なシーンをあの見させていただいたとあのすごい近かったので <laughs> そうですね隣のテーブルでですもんね、はい、うん,なんか近かったですよね、うん、だからすごいなと思って 俳優さんだと思って,思っって、いやいや私もドキドキしてました。しうどうしよう失敗したらって思いながら、結構一発勝負な感じでしたもんね,ね。そうそうね、ゆうかちゃんももうどんとントみたいな、<laughs> 全然もう遠慮しないで大丈夫みたいな感じで堂々としてくださるので、あじゃあ私もみたいな。<laughs> そ,うね、そうそうあれは二人の息のあの。 合ってたなっていうのとか、あとカメラマンさんのも、すごくあの、うんね、見届けてくださってて。ちょっと、うん、はい。ありがたかったです。撮影環境的に。はい。菅さんはどうでしたか?。バットなった時、はい。もうやってみなきゃわからないなという感じだったので、ああうでね、もう思いっきり来ていただけて。逆に気持ちよかったな。はい、忙しく <laughs>。はい、すごいね、ちゃんとね、中身も炭酸だったので。 炭酸水だったから、なんか炭酸ヘッドスパみたいちょっとシュワシュワして。すごい、なんか、あ、そうかいって思って。そうですね。ありかも、とか言って、ありかも。なかなか日常的には出会わないし、日常的になかなか絶対しないようなことだから、お芝居だからこそ、なんかちょっといろいろ振り切ってできるっていうのはあって。 ありがとうございます。ありがとうございます。イさんも近くで見てらっしゃっ,たってことですけど、他の皆さんも近くで見られてていかがでした。そうですね。私も近くで見てたんですけど、ねはい、やっぱかける側もかけられる側もはもう絶対大変だろうなと思って。私はちょっとどうすることもできなくて <laughs> <laughs> 頑張れって心の中で応援してました。ありがとうございます。なかなかこうシリアスなシーンも多いので、こう場がピリッとする時もあると思うんですけれども、撮影中の皆さんの雰囲気っていうのはどうだったんでしょうか？ どうなんですかねでもカットかかった瞬間を皆さん和気あいあいと仲良くお話できる感じなのでシーンの中ではほぼ会社をピリッとしてるシーンが多かったんですけど全然皆さんも優しいので本当助かりました <laughs>。 では、続いて移りたいと思います。ありがとうございました。さて、本作の舞台となる会社なんですが、ダイナミックドリームという社名ですので、そちらにかけまして、ここで出演者の皆様には抱く大きな夢を伺っていただ伺っていこうかという風うに思っております。皆様の手元に今からホワイトボードが入りますので、思い思い書いていただけたらと思います。もう年の瀬ですから、来年の目標でもいいですし、何かこうドラマにかける夢であったり。 あとはご自身のプライベート何でも大丈夫ですのでぜひお書きください。はい。じゃあそれでは出来上がった方から続々聞いていきましょうか。菅井さん書けましたでしょうかはい。はい。ちょっといろいろあるんですけど今回あえてちょっと、はい、<laughs> あまり違うことにすること<お>。違うこと。はい。世界一周です。お世界一周。大きな夢ということであのい、ー、ろんなと2023年は結構海外とかにも、はい、あの初めてその一人で行ってみたりとかもして。そうなんですね。あのー これからまあ大きな将来になるんですけど、いつか世界中を旅したいなっていう思いがあるのと。あと今回のこの小さいゲームダブルも、ぜひあの海外まで届くように頑張りたいなと思っております。どうですか、世界一周、まず最初に行ってみたい国とか。 え、でも、世界遺産とかも好きなので、あの、フランスも行きたいですし。でも、やっぱりドイツも、自分が馬が好きで、うん、馬術の発祥の地でもあるので。あ,ではい、あの、ドイツで馬に会いに行きたいなと思ってます。<laughs> いいすね、ありがとうございます。はい、では、続いて、中村さん、いかがでしょうか。はい、私は今回の役にも通じてるんですけど。はい、あの、冬は中国の会社でお仕事してたっていうのもあって。 あのー、来年可能であれば、アジアとかでお仕事できたらなっていう、ちょっと夢も抱きつつ、目標もありつつ、そんなダイナミックな夢を描いてみました。なんか可愛らしいイラストも見えますが。ペンギン。<laughs> <laughs> なぜペンギンだったんでしょうペンギン、わかんないんですけど、描いちゃったんです。確かに。描いとらっけ 撮影中もお絵かきでペンギン描いてた。そう <laughs>、えー、<laughs> お絵かきいっぱいしてる。ごめんなさい。失礼しました。<laughs> <laughs> それこそアジアでという話もありましたけれども、はい、行ってみたい国、菅井さんにも近いですけれども。何ますかあ行ってみたい国、アジアではないんですけど、モン、モンサンミシェル。ンンェルあのハリーポッターの。はい、はい、モデルになったところ、を見てみたいなって思ったり。あとパ。 た時やだけ、カッパだけ。あの気球がいっぱい飛んでるところとか、ああ、ベネチアとか、いろんなところ行ってみたいです。綺麗な景色みたい。一緒だ。うん、お二人とも共通する部分がありますね。一緒に行こうね。一緒に。いい旅行の計画かもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いて、はな、はなず、は、のぞみさんから、お話伺いましょう。はい、のみさん。あ、ちょっと、現実離れしてるかもしれないんですけど。 月に旅行です。<ー>月に旅行、あ、はい、か旅行が続きますね空。空とか月を見るのがすごい好きで、うん、2050年あたりはみんなが旅行、月に旅行できる時代になるんじゃないかと結構本気で思っているので、えー、月に行ってみたいですね。月に行って何しますか？はい、あの、なんていうんですか、はたはたっていう。<laughs> 望みきたぞっていう、あの、旗を、そう、立てたい、証を <laughs> のせて。<laughs> あの、無重力とかではないんです。<laughs> <laughs> 確かに、ちょっと、すみません、そこまで知識があるんですけど。<laughs> <laughs> 立てたいっていう。うん。いいですね。大きな夢。ありがとうございます。はい、では、続いて、菊池さん、お話を伺っていきましょうか。はい。はい、えー、自分がプロデュースした、ドーナツを、食べてほしい。ええ<ー>、<ー>そう。 私はドーナツが好物で一時期は毎日ドーナツを買って食べてるほど大好きなのでいつか自分がプロデュースした世界一おいしいドーナツを皆さんに食べてもらいたいっていう夢がありますードーナツもねなんか柔らかいのだったり硬いのだったりいっぱいありますけど例えばどういったのが、はい、えー、でも生地はもちもちしたのが好きで結構期間限定とかもチェックしたりしてたのでぜひ皆さん食べてください。行 <laughs> きます、絶対 <laughs> 女子会が開かれるかもしれないですね、はい、<laughs> ありがとうございますでは続いてかばしまさん、はい、世界一周です世界一周ですなんだかあの菅井さんがホワイトボード返されたときにどうしようって顔されてたのが気になってそういうことだったんですね <laughs> 旅行好きなのでやっぱりいつか世界一周してみたいなっていうのと あとヨーロッパが好きなのでやっぱフランスなんかやっぱ行ってみたいなってです、ね、とさっき中村さんがペンギン描いてるの見て <laughs> あの北極に行ってペンギンに会うのもいいなって思いましたいいですね、はい、確かにちょっと大きな夢になりますけど叶えられるかもしれないです<か>ありがとうございます続いてはうれしさんお願いいたしますはいちょっとすみません私もあの花柳ちゃんと一緒でちょっとジャンルが違うなとか思いな <laughs> あの、竹コプターが、レンタル開始になる世界に行きたいなって。思ってます。はい。というのも、あの、最近、あの、ループっていうはい、はいそ、そんな、写真撮っていただいて、こんな、なんか恥ずかしい。<laughs> 何のシーンだって感じですけど、あの、竹コプター、あ、違う違う、えっと、ルー,ね、ループに乗、初めて乗ったんですけど、はい、すごく便利な乗り物ができたなと思って、あ、これ、 私、その空飛びたいなっていうのはずっとあったので、これタケコプターもレンタルが開始になったら、すごいいいなと思って、まあでも、空のね、あの上空のルールとかね、また考えないといけないなとか思いながら、それをすごい夢見て。 おります。はい。いい <laughs>、はい、もしタキポクターできたら、まあ皆さんの世界にしも少し <laughs> 感じ、ね、確かに、うん。一緒にね、一緒にそうしたらタキポクターで、はいね、寒いかもしれないけどね、ちょっと北極とか厚着しないとあ生身で行ってるんで、いうはい、うん。お願いします。<laughs> ありがとうございます。はい、さあそれではここからですね、記者の皆様からの質問にお答えしていただきいければなというふうに考えております。菅井、はい、さんに質問させていただきたいんですけども。はい。 今回のドラマがグループ卒業後初主演作になるっていうことなんですけどもお一人で女優として改めて活動されてみて何か変化みたいなのは感じられましたかそうですねでもありがたいことにその今回卒業後初めてでしたしドラマ自体も本当に6年半ぶりぐらいですごく緊張とあと頑張らなきゃという思いがすごくいっぱいだったんですけれど。あの いざ緊張してクランクインした時に本当にスタッフの皆さんもか温かく迎えてくださってでその共演者の皆さんも本当にこんな感じで和気あいあいと本当に優しい現場ですごくメリハリのあるなんかやるときはやって笑うときは笑ってっていう温かい現場だったのが本当に救いでだからこそより一層あの感謝していい作品を作りたいなという思いで挑ませていただいてました。で うん、すごく、まあ、卒業して1人でっていうのはあの最初は寂しさもあったんですけどおかげさまですごくあのより一層1人で頑張っていこうという思いが強くなった今回の経験でありがたたかったですありがとうございますすいませんあともう1問だけお聞きしたいんですけど、はい、先日あの事務所の移籍も発表されたと思うんですけど来年に向けてこう改めてどういう活動をされていきたいみたいなのがありましたら教えていただきたいです。ーあの 今まで通りあのいろんなお仕事をあの求めていただける限り精一杯お答えできるように一つ一つ心を込めてあの臨ませていただきたいなという思いとあとやっぱり事務所にもすごく憧れの,あの偉大な先輩方たくさんいらっしゃるのでたくさんこのありがたくも厳しい環境で,あの学んでお芝居も学んでいきたいなという思いがあります。 ちなみに一番憧れてる先輩事務所の先輩はどなたっていうのはすごく皆さん憧れてるんですけど <laughs> でも自分が初めてその小さい頃舞台を見た時にあの木村佳乃さんのお芝居を見てすごくあこんな世界があるんだっていう心が動いた瞬間がありましてなのですごく憧れでまだお会いできてないんですけどすごく憧れです。 須さんと中村さんにお伺いしたいんですけども、えっと、今回あの設定が、えっと、レズビアンということでなんか演じるにあたってなんか難しかかった点などはありますかそれでは菅井さんから、はい、もうレズビアンの作品ということでしたがでも本当にまっすぐあの冬のことが大切であの好きだという気持ちを持つことを考えていたのでなんかあんまりだから難しいというのはあんまりな 買ったけど、ちょっとあの近いシーンとかが多くて、その距離とかがそこで、あのちょっとテレが心の中である時も <laughs> ありました。でもなんかいつもすごく青綺麗だなと思いながら、ちょっとキュンキュンしてました。中村さん、いかがですか？そうですね。私も特に何かが難しかったっていうのはなくて、もう役柄的にいつきのことが好き。 だったりするのでやっぱ目の前にした時に愛おしさだったりとかあの本当に恋人の感じの関係で一緒にいられたのが私はいい経験だったなって思って終わる頃寂しさとかが正直ありました <laughs> でも。 それでは、私の方からもう一つ質問をさせていただきます。今回、ゲーム会社が舞台ということですけれども、ご自身ゲームままずされるのかというのだったりだとか、ゲームにまつわる思い出などありましたら思いつく方から結構です。お答えください。おあります。私は最近あのスーパーマリオ rpg がはい、はい、もう。あれ、本当に私の幼少期を支えてくれたゲームなんですけど、<laughs> またあの新しくリメイクで出て興奮して。 一週間ぐらいでやってしまって。ああ、あっという間に。はい。なんで、すごい嬉しかったのと、あと、サイバーコネクト2様の,の会社にですね、あの、テイルコンチェルソっていうあのゲームの、えっ、ー、と、アク、アクスタっていうんですかね。あれがはい、置いてあって、それも私の幼少期を支えてくれた。<laughs> <laughs> いろんなゲームに支えて、<laughs> そうなんです <laughs>。発見して、あ、そうか、そうだ。 コネクト2さんそうだっったたと思ってすすすごいいい興奮しましまま個人的にあいななありますかか <laughs> 私ます、ね、じゃでスマッシュブラザーズをーあの小さい頃よく友達の家でやってたんですけど私カービィが一番最強のキャラクターだと思っていて <laughs> <っ>全員の技をコピーできるじゃないですか、はい、もう強いやつの技コピーしとけばなんとかなるってずっと思って毎回カービィにしてたんですけど。うん あの、コピーする前に大体地面に落ちちゃって、<laughs> 割と最初の方で負けてたので、<laughs> まあ、あ,<ー>あまり使うキャラクターは関係ないのかなって今ちょっと思いますね。<laughs> はい、そんな。 もういいです。カービー使う人すごい強い人ってよく聞くから強かったのかもしれない。もうちょっと深めてたら結構上級者用のイメージありますよね。上級者用の。そうかそうか。割と序盤でその上級者ものを使っちゃった。っちゃっのはあります。今度やろうか。あ一緒にやりましょう。やりましょう。やりましょう。でも皆さんやっぱり小さい頃のゲームの思い出が多いですかね。最近やっぱり昔のものが最近出てということでしたけれども、他にありますかゲームされたりとか。 私あの一人っ子でちっちゃい頃、うん、その遊んでくれる兄弟とかがいなかったので結構ゲームが友達というか<ー>だったのでちっ,っちゃい頃からゲームはやり続けてて今も趣味はゲームなので<お>なんかこういう作品に出られてあのすごいいい嬉しいなって思いますまさにこの仕事、まあ、今回恋愛がメインですけれどもお仕事でもありますからその裏側が見られるっていうのもまた一つ。うん ポイントですよねはそしてもう一つですねテレビ東京として今回あの初のレズビアンドラマということになるんですけれどもまあこれが放送されと時は2024年そして1月ということなので2024年に初挑戦したいこと何か初めてやってみたいこと先ほどこう大きな夢伺いましたけれども小さいことでも構いません何か挑戦してみたいことありますか 思いついつたようであのこのドラマの撮影中にカメラっていいなって思うようになって<ー>その結構カメラを趣味で撮られてる方とかもいらっしゃるしあの撮影中もあのスマートフォンですけどゆりかさんにフィルムカメラとかの撮り方をなんか教えてもらったりして<あ>であなんかこんなにも奥深いんだなっていうのを思ってしかもその今この瞬間を残せるってすごく 貴重だなと思いましてあの今年はまあカメラを買うとことから始めたいなと思いました中村さんもカメラは撮られることがあるんですかいやーでも写真撮るのは好きでなんかあ、今この瞬間を収めたいなって思ったら結構写真撮ったりとかしますねなんか教えてもらったフィルムカメラのアプリを最近ずっと使うことにハマってて <laughs> なんかまあ、どっから撮ってもおしゃれに見えるみたいな。<ー> <laughs> そでそれをあの撮影中にあのゆうかちゃんと一緒に撮り合ったりとかそう結構写真一緒に撮ったりしてましたね。<ー>でそのまだ放送日前なのにいっぱいストーリーにあげたりとか <laughs> <laughs> SNS にあげたりとかいっぱいしてました。<laughs> でもしかしかたたらまたその写真が 実際に放送されるときにもう一回 S N S だったり上げられたりとかもするかもしれないですね。結構いっぱい撮ったから、キズオショットたくさん、いつ、うん、も出せる、おショット、はい、楽しみにしてます。用意周到で。中村さん何か初めて挑戦してみたいことありますか？挑戦してみたいこと、でもあのアウトドアなことしたいですね。アウトドア。はい、なんか緑のあるところに行って。 それこそバーベキューこの時期はあれですけど <laughs> ちょっと寒いですけどねちょ,っとちょっとアウトドアなことに挑戦したいです海外旅行もそうですけどなんだかこう皆さんお話を伺っていると結構アクティブな メンバーになるんですかねちょっとなんかどこかで行けたらいいみんな外になるみんなでキャンプ火起こしから火起こしは裏で準備して行けましょうかねちょっと誰かあの先導して言ってくれないと絶対行けないからそうですね じゃあグループラインをそのそれ用のグループラインを使ってねキャンペ動かしていきたいと思いますい、はい、すみませんありがとうございましたそれではですねお時間になりましたので最後に番組を楽しみにしてくださっている皆様に代表して菅井さんと中村さんよりメッセージをいただきたいと思いますまずは菅井様からお願いいたしますチェイサーゲームダブルはあの今回とてもあの新しい作品になっていると思いますで、あの 恋愛にお仕事にゲームのことに、うん、この社会問題とかとも向き合ったいろんな要素盛りだくさんでここでしか見られないドラマになっていると思います熱いスタッフの皆さんそしてキャストの皆さんと心を込めて制作させていただきましたのでの少しでも皆さんの1週間の楽しみの時間にのお供になれたらなと思っておりいがとうございます。 では中村さんお願いします、はいあのー、今日こうやってドラマについてお伝えすることができてすごく嬉しい気持ちでいっぱいなのと今菅井さんが言ってくれたように、あのー、本当に社会課題だったりとかあとレスビアンだったりとかあとゲーム業界の裏側だったりとか素敵なテーマが盛りだくさんになっていてでここにいる あのキャストの方々とかもキャラクターが本当に個性豊かであのあのドラマをたくくささん盛り上げてくださってだっいますですごくあの素敵なドラマになっているという期待もありますし思いもスタッフさんの思いとか。 あとキャストの皆さんの思いとかもたくさん詰まっている作品になっているのでより多くの方々に届いてほしいなっていう思いがとても強くあります皆さんの力がとてもあの重要になっていたりするのでぜひ多くの方に届けていただけたらなという気持ちでいっぱいです、えー、今後ともこの作品をよろしくお願いいたしますありがとうございます それでは以上をもちましてドラマチェイサーゲームダブルパワハラ上司は私の元化の記者会見を終了とさせていただきます。出演者の皆様ここで退場となります。マイクその場に置いての退場で結構です。それでは改めまして出演者の皆さんに大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。